今広島のコストコに行こうとしてるんですけど、もう少しでつけるんですが、めっちゃちょっと混んでるねっていうのは、みんなこれ赤いユニフォーム着て歩いてるよね。今日もしかしたら広島戦があるんじゃないでしょうか。でコストコはですね、広島マツダスタジアムの隣なんですよ。どうだろう、混んでるんじゃないか。で現在、5時40分ね、6時ぐらいに入って食料補充して、で次行こうと思います。すごい球場に赤いユニフォームを着た人たちがいっぱい行くね今5時40分、普通6時からねプレーボールだから、今来るんだろうね。すごいね、現在2位ですね。言われるけど、ちょうどきっと多分コストコで食料を買って入るんだろうな。だからめっちゃ混んでるかも。およそ300メートル先、球場前東を左方向です。ここ来たぜ、 P って書いてあそこだ、入ろう。そう、ここに車を置いて野球見に行く人って結構多いかもね。だから混んでるかな。コストコにでも置いてくと閉まっちゃうんじゃないかな。8時でこれやから試合はだいたい9時過ぎまでやるし、それも考えにくいな。あ、ただいっぱいだぜ。でかい駐車場だね。はいだね。少し遠くてもいいや、しょうがないよね。あのグリーンが空いてるって言うんだよね。これは分かりやすいぞ。あそこ、ここにグリーンがあるぞ。ある。よっしゃ、着いた。よ。カードは残っています。大阪より空いてるかな。でもこれ作りはね、横浜の幸浦に似てるね。2階は全部車庫に。エレベーター、エスカレーター。これ満車だよね。コストコはどこ行ってもね、人気あるよね。さあ買いに行こう。傷んでるぜ。広島のコストコは何年前でしたんだろうな。昔本社勤務していた頃、今から6、7年前ね、はなかったっすよ。だから築5年、あ、6、7年ってとこかな。にしてはやれてるな、カートが。広島のコストコ同じだよね。あ、これダノンの、これ前に喋ってる感じだね。で、なんか広島の方が広そうだ。じゃないか、23って異常なんだな。空いてるよ、空いてる。こんなちっちゃい金が98万だぜ。12いくらだろう。あ、124万8000円。あ、俺持ってるぞ、ジエテル白と黒両方。お、変わったやつあるな。わからん、ブランドがわかんないね。フェンディ、ブランドわかんないな。パッと見てわかんないね。あ、これも違うな。あ、違う、ブルガリに似てるけど違うね。あー、このがいいな、広いぜ、結構広い。で、お客さんもちょっと少ない感じがする。
日曜日なのに。あ、ティラミスだ。安い。新商品が出てる。これみ、いちごあるけどこんなでかくないぞ。大阪のやつは。広島のいいじゃない。これうまいよこれ。この2000のやつね。この辺随分と違うな。食べよう。20類あるんだよな。全部21なんで。明日食べきろう。同じ金額で1日賞味期限が長いので安パイにします。今度処方箋持っていこう。なんでこういう場合は一番可愛い子のとこ並ぼう。いきなりゲート書いた。でも余計なことすんじゃねえよと。可愛い女の子のところ並びたかったのに、ね、ついてるけどどうなのかなっていう。あれホットドッグ売り場がねえじゃねえか。あれないじゃねえか。ということでよく見ると一回外出るのね。これわすげえ数だよ。これはこれどうなんだろう。こう一回外で、あ、広島の場合あれなのね。広島の場合は会員じゃなくても食べれるんだ。なんかいろんなコーナー。いやいいかね。やめよう。ちょっとこれ座って食えないよ。やっぱ今度処方箋持ってこう。なんでこういう場合は一番可愛い子のとこ並ぼう。いきなりゲート書いた。でも余計なことすんじゃねえよと。可愛い女の子のところ並びたかったのに、ね、ついてるけどどうなのかなっていう。あれホットドッグ売り場がねえじゃねえか。あれないじゃねえか。ということでよく見ると一回外出るのね。これわすげえ数だよ。これはこれどうなんだろう。こう一回外で、あ、広島の場合あれなのね。広島の場合は会員じゃなくても食べれるんだ。なんかいろんなコーナー。いやいいかね。やめよう。ちょっとこれ座って食えないよ。やっぱり超でかいぞ。やばい、広島だけちょっと違うよね。あれなんか変なとこ出てきたよ。え、なんだこれは。前、事前生産機。事前生産機。あ、ここで、あ、下ろした。あ、まあいいや。これで事前生産機だ。やってみよう。2時間以内だから、生産しなくてよかったね。で、これ、買ったぜ。じゃあ次はね、原爆ドームにいます。はい、球場横、広島球場横を取ってコストコ離れます。コストコね、良かったね。空いてるし、広島の方がでね、広いですね。であと食堂がね、会員証なくてもね、食べれるんで、会社の仲間を連れてっても良さそうな感じね。はい、すごいわ広島球場。今日試合だからね、はい、では、コストコでした。